ロマンティック大好きピン芸人の石村ひろちょです。よろしくお願いします。知らない人もいると思うのでね、改めて自己紹介します。僕ですね、ロマンティックとタフマンが大好きなピン芸人なんですよね。あとはですね、こういう風に音に合わせてポーズを取ったり、急に高い声で叫んだり歌ったり踊ったりするっていうね、ちょっと情緒が安定しないタイプの芸人です。よろしくお願いします。いや、今日はね、天気が良くて太陽が眩しいですね。あ、すいません、眩しいのは太陽じゃなくてみんなの笑顔でした。タフマンが聞いてきました。よろしくお願いします。いや、僕ですね、今もロマンティックなんですけど、小さい頃からロマンティックなんですよね。だからいろんな遊びもロマンティックにやって遊んでたんですよ。例えばあっち向いてほい、あっち向いてほいなんかね、女の子とやるときついロマンティックなこと言っちゃったりするんですよね。ねえ、あっち向いてほいやろ。受けて立つぜ。じゃあいくよ、じゃんけんポン、あっち向いてほい。ちょっとあっち向いてほいなんだからどっか向いてよね。何言ってんだよ、お前から目を離すことなんてできるわけないだろ。みんなはこっち向いてて。あとだるまさんが転んだってのもありましたよね。あれなんかもね、僕一人だけもうロマンティックなだるまさんが転んだやってたんですよね。これもやってみます。あの、だるまさんが転んだやりますか。断る理由がない。いくよ、だるまさんが転んだ。俺の負けだ。どうして、今動いてなかったよ。お前のこと考えたら俺のハートが動いちまったんだよ。みんなは動いていいからね。あとグーとチョキとパーを使って何か作ろうって遊びもありましたよね。あれなんかもね、ロマンティックなものばっかり作ってたんです。よかったらみんなも一緒にやってみましょう。いきますよ、3、2、1、Here we go! ケボーナ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がパーで、左手もパーで、もう離さない。パー！ケボーナ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がパーで、左手もパーで、結婚しよう。イエーすいません、パーしか使いませんでした。じゃあ今度は次の4人の中から子供の頃の僕、一番ロマンティックな子供を探してみてください。 3, 2, 1, Here we go! みんなの好きな動物は何ですか。僕は犬。私猫ちゃん。僕ライオン。ベガサス。タフマン飲む人はみんなロマン、ロマン、ロマン、ロマンティック。終わり。どうもありがとうございました。